はい、今ですね、スペインのセビリアにいます。セビリアね、で本日日付が平成26年2014年の9月の11日でございます。9月の11日、9月11日といえばね、皆さん思い出す人いるかもしれない、2001年のね、ニューヨークの爆弾テロ、あれから13年です。で今私はスペインにいるんですけどね、で見てるとですね、この川があってね、川のところで見てるとこんな感じで日の丸があります。日の丸ね、まあ、他にアメリカ、イギリス、イタリア、あれはどこだかわからないな、で日本があってスペイン、その隣がわからないですね、でフランス、ドイツがその横にあって、そのちょっと見えないここから、あポルトガルですね、な感じでね、ヨーロッパもしくはアメリカのね、旗に混じって日本の旗があります、ね、これっていうのはね、全世界共通で、このような感じでね、日本人歓迎、まあ、日本の観光客が多いっていうのもあるんですけどね、されてます。日の丸見ることができます。なかなか素晴らしい光景です。ただこれに関してね、日の丸があってなんで韓国の旗がないとか中国の旗がないとか言ってる、日本が嫌いな反日特化諸国と呼ばれてる連中がね、海外において工作活動を行ってます。皆さんこういうのを気づかなきゃならないです。私は、スペインね、今もう58カ国目です。まあ実際海外にも6年居住してますからね、多くのものを見てきました。中国人、朝鮮人ね、韓国人、まあ、こういった人々も直接接してきましたしね、まあ、いろんな国、世界100カ国以上の人々と接して、いろいろなことが分かりましたよ。このような日の丸をね、かき消そうとするね、日本が嫌いな反日特化諸国、ね、中国、韓国のような国が今、ものすごく海外で活動しております。我々はそれに気づきね、覚醒していかなきゃならないです。そうしないと日本は亡国の道を歩む結果になります。我々はね、平和国からの脱却をね、図らなければならないとね、思います。